いい方向。まだ帰ってない。決めてない。ああ。へえ。うん。考えてるみたいですね、やっぱ。チャットで誘いを受ける場合があります。時には大事な相談事かもしれません。うん。焦ってすぐに返信する必要はありません。保留にすること。うん。ああ、そっかそっか。うん。シュタインズゲートもそうだったな。そっけないんだよな、シュタインズゲートの返信。よーし。あ、アンドノからも来ている。うん。すまぬ。今日はですね、リュウジ君とあれですね、過ごす予定ですね。の前に、ちょっとお買い物を。本来そういえばあれ、植物のやつってどこで、ん、地下だったっけ、お花屋さんで買うんだったっけ、あの植物の。ここあれじゃないか、スーツ着てこそこそここだったよね、そういえば双子がいるの。うん、扉の上に乗っかってんのすげえ好き、蹴り入れてくれんだよ、ありがとうございますって言わないと。こうだっけ、ドンキ。いらっしゃいませ。 SP 回復はないんだっけ、ガーデンエナジー。うん、簡単に世話をしたい人向けラーメン好き。これ植物のあれ上がったりすんだっけ、冷やかし。うん、レンタルショップが、あれレンタルショップってどこだっけ、セブンドラッグストア。いらっしゃいませ。うん、 SP 回復はねえかな。なになに、味方一人の HP100 回復、加えて攻撃低下だからあれか、副作用か。うん、睡眠を治す、絶望を治す、絶望症候群、弾丸ロープ、あれもいい作品でした。 DVD ってあれここじゃなかった、この辺になかったっけ。ああ、ビッグバンじゃないですか、懐かしいな。服屋さん、牛丼屋も後でお世話になりますね。クレープ屋さん、あれー、あ、自販機。 HP10 か、10はいいかな。本屋さん、あれ、あ、ここか、レンタルショップ。うん、こっちの方でしたね。年間4800円。延滞料無料、ちょうどいいな。うん、4800円。うわー、お金いっぱいある。利根川先生も言ってたしな、金は命より重いって。なあなあ、これ俺序盤の普通の状態だったらこれ無理だったな。うん、いらっしゃいませ。これで、ああ、そっか、え、
0円になるのか。とりあえずこれを借りていきます。0円、すげえ会員。オッケー。あ、ちあれだな、あれ見てみよっか、みんなの情報、予告情報だ。おお、早えな。もうそっか、早い人はそうなってんのか。コインランドリー、何もせず帰った。リュウジと過ごした、タケミと過ごした。なるほどです。レベル9。おい、ちょレベル上げなあかんかもしれんね。耐えてんてのとこ行って薬買おうかな、金あるし。恥しらいいかね。うん、傷薬全回復、これ大事なんですよね。ソウルフード10個やばいよな、これはね。かなり耐えてんてとこ行くか。これけのリュウジだけか。これいけるよね、お店。お店、お店っちゃお店か。あ、ありがてえ。カフェイン、必要な気がする。あー、そっか、まだダメなのか。にゃははふふ。買い物がしたい。診察室にどうぞ。あ、そっか、買い物ができんのか。はい、どれ。タケミナイエール。余計な怪我しないでよ、使えるデータにならなくなるし。ツンデレ、どうしよう、これクソ欲しい、これやらなあかんからね、あいつと。全体を50か、全体回復ありがてえよな。全体100か、金あんだよな。味すりゃいいかね。よし、わかった。これにするの？これ2個買う。はい、どうぞ。それは100を、かな、100を3つ。うっす、アジャス。学校戻る。こっからこっから、いや学校も個性いいのか、便利。リュウジずっと立ってたんやろな。一回あれですね、四茶まで行ってました。息抜きしよう。ふい。まだそうだよな。これもあれだよな。集めないといけねえかんな。2以降か。2ぐらいならまだでも大丈夫なんだっけ。超過はしないかな。確かあれリセットされるんだよね。コミュ、コープ上がるごと。多めにだからありゃいいってもんでもねえんだよな。付き合いましょう。んじゃあ行くか。早く筋トレできるようになりたいですね。こいつは応援したくなるよな。足ダメになるって何されたんだろうな。つうか足っつったらあれだよな、スポーツやんなくても一生もんだからね、下手したら。何もやってないのになんか目障りっていう理由だけでそれだからな。いい男よ。おいおい、
湿ったプロテイン欲しいな。まだな。最悪だよな、マジで。あんちゃんつうか、うん、くそ、バレー部のことだけであれだったのに。本当になんかバレー部からちょっとずつ学校支配するつもりだったんだろうな。誰も本当に何も言えないようにして、ほぼほぼそういう形になってたんだろう。だからあれだろうね、余計にやらされてたんだろうな。ああ。いや、それはダメだよ。つれえよな。ありえねえな。これあんじゃなくて、もうリュウジが逆によく我慢したよな、ここまで。ああ、ニヤニヤしてたんだろうな、その時。難しいとこだよな。やっとなんか吹き返してきたって感じなんだろうね。大事な時期だよな今。こいつ好きだわ。陽気。よし。ヤンキートーク、ホンキートーク、ホンキートンクみたいな。うん、ちゃんとダウンしとけよ。じゃあな。あ、じゃあす。お、顔出るよな。そういえばそうだったな。前もそうだったか。宗次郎さんから電話来たとき。これからだ。うわぁ、行くかこれ。ソリッドみたいなノリで。いや、シエロか。すまんな、ブラザー。シエロ良かったよな。シエロとゲイルのやりとりは。ぜひぜひ、アトラスさんからアバタールチューナー出てますんで、おすすめでございます。これなかったよね前。これの記憶が確かなら。おい、大丈夫っす。うん、宗次郎さんこれいけんのかな。早めにちょっとできんだったらやりたいけど、まだか。ああ、うん、この間のやつ気取った男性客。テレビチェック。新しい情報もあるかな。 R になったから。うん、
手術は来週にならないと治んないんだっけ。治るつか。我が輩にいい考えがある。椅子を持ってきてくれ。あ、筋トレか。うん。あ、もっとなんかあれだな、辛辣に行けばよかったな。そういうキャラで行くんだった。それあ、それだけか。話しかければいけるってこと。うんうん、10日以上ある。うん、ソファー、テーブル、うんうん、とりあえず植物にですね。そういや買ってはいない。優しい気持ちになる。いがったいがった。よし。うん。いろいろとね、どんぶりとか増える。作業と。というわけで今日は見ましょう。X フォルダ、もう X ファイルなんでしょうね。ドゥルルルルルンってやつね。これであれか、タエテンテの。ありえないわ、宇宙人の仕業だなんて。だがこれをどう説明する。体に入ってるのは地球上にない物質だ。ナナ、うん、はあ、度胸。シュルルン。さてと。まだ上がらんか。もう一回やったら上がるのかな。うん、お。よかった。今日はスススって来るやつがいなかったんだ。あいつすごかったよな、マジで。いい度胸して。あいつ、むしろあいつ度胸マックスだよな、絶対。うん。奴のパレスの中を見てみてよ。うん。しおりマーク。さて、海賊伝説。うん。海賊王になる。あと5年で終わるらしいな、そういえばあの漫画。っていう噂を。なあなあ、ぼちぼち。いる。おい、育ちの良さを感じる歩き方だな。バイトか。あったね、そういえば。はるちゃんっていたっけ、このタイミングで。あ、もうこっち。軍資金バイトか。いや、もう、まあまあ持ってんだよ。貯金でしょうね。あ、チョーク投げられる。まあリュウちゃん目立つから目つけられがちなんだろうな。うん、確かし。
これどうしよっかな。雨嫌いなんだよな。三島君。俺も。コンビニ袋。いや、おめえも大変だったろうに。これプロテインちょっと買いてえな。真田さん売ってるよな多分。しかしよく降るな。ごゆっくりどうぞ。まあ湿ったプロテインないのか。そっか。というわけで今日はですね、行きましょう。とうとう行きましょうってなんだ。チュルン。うむ。プロテイン買えるかなと思ったんだけど。よし。みんな分かってるんだろうな。期限は5月2日だぞ。あの城に行ってお宝を盗めばいいんだよね。つうかお宝って何なんだ。そこ説明してくれよ。お宝ってのはパレス主の歪んだ欲望の象徴だ。いわばパレスの核だな。取っちまえばパレスは形を失うはず。だが鴨下のお宝が何かは我が輩にもわからん。そのお宝ってどこにあるの。それも入ってみなきゃわからん。どうせパレスの奥底に御所を大事にしまってあるだろうさ。まあ大体わかったぜ。とにかくお宝を探せってことだろ。まあそういうことだ。実際に行かないとわからないことも多いしな。とりあえず目標はパレスのどこかにあるお宝の場所を見つけることだ。不測の事態を避けるためにもできるだけ余裕を持って行動しろ。お前らの働き期待してるぜ。うん、作戦会議。うん、確かし現場はあ、そう、俺それ見たことねえだよね。一回、なかなかでもならねえよな、普通にやってたら。これいい。俺ね、ここの画面結構好きで、ずっと眺めてられるな。あんちゃんあれ、濡れてねえか、大丈夫か、そんなとこ立ってて。いいか？じゃあ、作戦会議を始めようか。それっぽくなってきたぜ。うん、だな。前回っつうか、まあ、あの無印のね1周目はまあボコスカミっかったかんな。演歌ってやっぱあれだよな、アドバンテージ取られんのがきついかんな。それで MP 消費も多くなるし、 SP 消費くそ、いちいち直す。よし、じゃあ会議終了だな。どっちでもいいんだけどね。じゃあ行きますか。じゃあよし行こっか。この人たちは絵になるね。それにしても、ん、何、コードネームも決めねえとな。コードネーム、うん、俺がスカルでジョーカーにモナ。アンドノの格好だと尻尾といい、この格好はもう言いたいことはわかるよ。なあお前どうよ。キャットガール、セクシーキャット、猫娘猫女、猫股にしようぜ。猫股、セクシーキャットで。その名前で今後呼ぶ気？絶対嫌だし。ですよね。じゃあ何がいいんだよ。
猫じゃなくてパンサー、割といいんじゃない。どういう意味だ。ひょう、目標ですな。目標、目標言うな。そんなことよりカモシだ。そうだったな、行こうぜ。じゃあ仕切り直していこうぜ。こっからはガチで行くぜ。おいおいお前たちに我が輩がパレス攻略のイロハを教えてやる。来たな。主よりお言葉です。これ他のメンバーからは目閉じてぼったちになってるように見えるらしいですね。囚人戻りました。実に結構私の言葉を覚えていたようだが、更生させる甲斐もあろうというものだ。これまた度胸が出てんのかな。囚人め、黙って聞かないか。もったいぶっているわけではないのだ。お前がなすべき構成の何たるか、お前が美学を共有する仲間と出会い、現実に自分の居場所を見出した時、その時に改めて話してやろう。それもそう遠くはあるまい。今回はお前への支援について案内させてもらいたい。支援。お前はワイルドという素養によって複数のペルソナを扱うことができる。ワイルドは無限の可能性でもある。その素養の育成、我らが支援してやろう。そのためにお前のペルソナを処刑させてもらう。案ずることはない。ペルソナはお前の内なる人格。古き人格のいくつかを捨て、新たな人格に生まれ変わらせるということだ。古き人格のいくつかを捨て、新たな人格に生まれ変わらせる。それゆえの処刑だ。いわばペルソナ同士の合体。では実際に試してみるとしよう。まずは1体目のペルソナを選ぶのだ。ああ、そっか、もうここで。ではもう1体のペルソナを選んでもらうが、その前に重要なことを教えておこう。以前協力者との絆について話したことを覚えているかね。ペルソナは心の力。お前が育んだ絆が強ければ、お前のペルソナもそれだけ力を得る。ことにペルソナの処刑、すなわち合体においては影響は絶大だ。絆を結んだ者らとアルカナを同じくするペルソナを生み出す際、大きな力を得る。ペルソナを合体させる上での指針ともなるだろう。忘れないことだ。加えてもう一つ忠告しておこう。合体で今のお前のレベルを超えたペルソナを生み出すことはできない。そのペルソナはお前にはまだ扱いかねるということだ。合体の結果予測とも照らし合わせ、己の丈に見合ったペルソナを選ぶがいい。なるほどですよ。ちなみにバイコーン、あ、シルキーになるんだ。作れねえ。あ、でもいきなりピクシー消すのか。最後にもう一回眺めとこう。ありがとな。これが合体後に生まれるであろう姿だ。スキルを継承させることで、もともとは持たないスキルも継承させることが可能だ。もっとも初めから難しく考え込む必要はない。まずは欲しいと思うスキルを選んでみることだ。引き継ぐ技能を選びなさい。あれですよね、まあ、なんて言えばいいんだろうな。大体がやっぱ一番最初になっちゃいますよね。エイハか、まあ、ジオが使いやすいかな。
いくらかは力を授かって生まれるだろうな。お願いします。二人とも始めるのだ。我はアルセール、お前の中のもう一人の自分、今この場から消え失せようと我は常に汝の傍らにあり、お前の運命が定まるその時またお会いし。これワンチャンアルセーヌ消さない選択肢あんのかな。どっちも好きなんだけどな。初めて見たこれ衝撃的だったよな。和菓子かわいい。突撃落下じゃ覚えるんだ。落下じゃ欲しいな。おお、見事なものだ。古きペルソナの血肉からより強いペルソナが生み出され、新たにお前の力となった。一度で理解しろ。使いこなさなければ死ぬだけだ。ペルソナを集めてくるがいい。多くを集め、多くをここで処刑し、より強いペルソナを生み出していくのだ。そして力を養うことがお前の更生であり、やがて破滅に抗う重要な鍵ともなるだろう。更生がはかどるよう処刑の方法はいくつかの祭儀から選べるようにしてあります。しかも貴様の励み方次第ではさらに新たな祭儀の開発も主は考慮されるそうだ。泣いて喜べ囚人。アーチャス、お前の心は着実に抗う力をつけている。構成は順調なようだ。実に喜ばしい。そこで私から贈り物を用意した。受け取ってほしい。ん、ああ、L2 ボタン。ああ、サードアイか。ここでか。よし。能力。うん。これ大事っすね。それは心の目を開き、闇に隠された獲物をも見透かす俗の技。今のお前なら使いこなせよう。より一層の構成に励むがいい。では望みがあるなら聞きましょう。うん、私に何か用でも。見るのですか。つらん。ああ、まだ、そっか。だよね。あなたの奇跡です。あはは。ちょっと見ていいっすか、これ。このペルソナですね。カデン、ちょっと、カデンツァってあれだよな。確かミックスレードのやつだよね。素早さ上げて、体力半分回復とかじゃなかったっけ。これすげえよな。おはらぎ、おー、なるほど。属性と普通のって違いあるんだっけ。あ、全然違え。タルンダでも欲しいっす。食いしばり覚えるんだ。このペルソナですね。うん、なるほど。このペルソナですね。いやー、十文字にはお世話になりました。強かったね、十文字ね。うん。じゃあ、マハラクカじゃん。これですか。タルカじゃか。イニイニ。これですか。逆だけど。
お、なんかいた今。あ、ピクシーか。アガシオン。2700円か。マイコン。あ、アステリオス。これですか？あー、ラビのやつか。北のマキア。特大か。あー。ぜひ、ペルソナの格ゲーを。うん。いいキャラですよ。これですか？あら、炎上。マータルカオといいっすね。あ、アリアドネも。これですか？うん。表ラビ、表ラビっつうか。ストリングアーツ、猛獣。超特大。これはね、多分なんすけど、確かね、隠しボス戦で超、アドバイスにミラクルパンチついてるんだ。やっぱいいっすね、DLC だけあって。あ、属心。このペルソナですね。あ、そう、なんか色ちげえなと思って。ミラクルパンチ。このペルソナですね。冥府の扉。特大プラス即死か、中核で即死か。あー、これの上位互換が仕様の壮烈なんだな。タナトス、エリザベス。これですか？自殺ハイブースト。名前が強い。うん。まだ、あ、マガツもいるのか。そっか。マガツマンダラ。属心のマガツいただき、なんか、それっぽすぎてやばいよな。モーシャの嘆きだ。うおー。マガツマンダラ、やった後に、モーシャの嘆きと。これですか？マハガルダニ、マハジオダニ。やっぱかっこいいよなぁ、マガツ。月見もいるんだっけ？影矢もいるんだっけ？煉獄の翼。呪殺吸収。ムドとか撃たれたらじゃあ吸収するのか。9もある。9、やべ、これちょっと欲しい。これだけのために欲しい。まあ、扱えないんですけどね、まだ。うん。このペルソナですね。っていうか、あれなんですよね、1周目は使わないで。うん。DLC は、あれでもどうしよっかな。メディラマ、ハイパーカウンター、いいね、配管。4から8、全体に祝福。うん。一周目の衣装とかどうしよっかな。このペルソナですね。衣装はいいか。別に衣装はいいよな。ヘビ感。こっち配管だっけ。このペルソナですね。属心が若干強くなる。レベルもやっぱ高いしな。かぐやはね、Q2 の時にお世話になりましたからね。月の加護は強すぎる。ね、メサイヤなぁ。オラトリオ。あ、全回復で、デクンダついてんだ。あー、アグネス。アグネスね、知恵里中。このペルソナですね。メサイヤさすがだな、レベル81なんだな。耐性がやばいな。あ、ゴッドハンドですね。これで終わりかな ?DLC ちょっと見ときたかったっすね。よし、良いですかね。では終わりですか？なんだ、うん、この場所にいようが。あ、ほんで戻るのか。これね、このこれ好きなんですよね。なっちゃうか。まあいいか。時間です、囚人。はい。随分あれだな。どうしたお前、いきなり棒立ちになってだよな。んだよ、ぼーっとして。お前時々何考えてっか分かんねえよな。器がでかいってことにしといてやるよ。頼りにしてるぜ、ジョーカー。理解がある仲間で助かる。で、どっから取りかかる？ひとまず前回見つけた西館1階のセーフルームまで行こうぜ。いつもの入り口からすぐの場所だ。あそこから先はまだ調べてないからな。セーフルーム？行きゃわかるって。
じゃあ出発しようぜ。スッていけるのいいよね。うい、海賊、あ、これなんか助けてくれるやつだっけ。3回までとかなんかそういうのじゃなかったっけ。うん、超役に立つ。そうだね、いっぱい助けてもらいましょう。さてと、いうわけで、40% これハードだからか、 40% の状態から始まるの終わりたいと思います。よし、頑張るか。